教員を目指す大学生です。先日のお笑い芸人を例にした悪い部分を真似するんじゃなく、笑わせる技術を真似せるという言葉が響きました。そこで質問です。いじめといじりの違いは何ですか自分的にはいじりも笑いに変えられるいい面と、それで傷つく悪い面の二つがあると思っています。いじめは悪の面しかないと思っています。うさんはどう考えますかだって。まあ、信頼関係があって、あの、相手が、 あの、そのいじりだったりを、もう理解していて、こいつはいつも俺のここをいじってくると。でも確実に楽しい会話だと。で、本気でこいつは俺のことをそうだと思っていないと理解している段階で、誰かを笑顔にするために、わざといじるのがいじりです。そうじゃない相手を勝手にいじって、あわよくば笑いになる。あわよくば、あの、落ち込んでしまう。傷ついてしまう可能性があるものは、 いじりとは呼ばないです。それは。ただの、いじ、あの、芸人さんとかが、いじりという、ちょっと人のコンプレックスだったり、あの、見た目だったり、いろんなことを、お前ってこうやなっていうところから始まる、エンターテイメントの真似事をして、人をいたずらに傷つける可能性のあるトークをしてるってだけなので、あの、芸人さんたちとかね、やっぱりお話のプロがやってるっていう、いじりっていうのは、 お互いの同意がきちんとあって、それをやることも番組に出演する時点で容認していて、はい。あの、こういうふりをしてくれるだろうなとで。特にいじってもらったら、あの、美味しくなる。自分のネタを話しやすくなる。そういう人に対していじってるんで、あの、いじっては、ここをいじったら、 この人嫌だろうなと思うことを無理やり引きずり出していじってるってことはプロの世界ではほとんどないので、はい。みんな、えー、ちょっと、えーな、な、勘弁しださいよとか言いながら、もうそんなことがあるだろうなってお互い理解してのことなので、はい。そこが大きな違いです。はい。よく理解してください。だから先生になって生徒のことを一方的にこちらが、 その子の見た目とかキャラクターを見ていじったら、それはいじりじゃないですよ。言っときますけど。ね。あの、本当に誰かが笑顔になったり楽しい気分になるために、お互いの同意があって、俺のここいじってねっていう思いがあって初めていじりなので、そこを勘違いしないようにしてください。